ダメだ、なんかカメラが久しぶりすぎて全然なんか白飛びしてるわ。なんでだろう。まあいいや。磯じゃね、磯も800まで下げてるんだけどな。なんだ、まあいっか。いいや。いや、君たちの顔色が悪いだけかもしれんわ。え、肝臓が死んどるよ。明けましておめでとうございます。ありがとうございます。じゃんじゃかじゃかじゃかじゃん。明けましておめでとうございます。何してたんですか、年末年始は。年末年始はですね、寮と年末と一緒にいましたよ。ほう、愛も変わらず。愛も変わらずね。またそのせいで亮さんに感情ができないということ、自覚してくださいね。ね、うん。メモルは、まあ、僕は、まあ、年末に広島行って、まあ、年始はもうほとんど親戚の家回りって感じですかね。広島何しに行ったの。牡蠣食べ行ったの。もう普通になんかどっか行かなきゃっていうので芝湯にそう、まあ、どこ行ったらいいって、うん、芝湯決めていいよって言って、まあ、最初長崎行ってたんだけど、うん、長崎だとちょっと飛行機の関係でなんか結構かかるんですよ。5時間とか、はあ、あ、そんなにかかるんだ。帰りも時間かかるんでちょっとないなって言って、どこって聞いたら広島って。うん、新幹線にいた。で、俺に委ねたの。なんで俺に委ねたの。え、赤ちゃんは。あ、じゃあまあちょっと実家の方預けて。ああ、一泊とか。一泊ですね。うん、まあまあそれくらいか。どう、広島。広島、何してんの。え、何してんの。飲んでただけだよ。なんで。飯食って。何食べたの。広島キ。へえ、いいじゃん。いいね、広島。牡蠣は牡蠣。牡蠣も食べて、美味しかった。ああ、そうじゃん。このもん取りすぎて、うんこカチカチになってさ、うん、肛門切れちゃったんだよね。本当に。で、すごい痛くて、広島中。多分俺、小麦粉が多分ダメで、お腹の。へえ。で、お腹すごい痛かった。酒飲むとうんこカチカチにならん。なんかその水が持ってかれるというか。なのかな、それもあるかもしれない。酒はあったな、年末年始は。うわー、哲也さんに移ってもらうほどのサブちゃんじゃないかもしれないけど、まあ来てもらったからには座ってもらおう。いや、俺ら価値低いみたいな。今さ、俺がなくなるんじゃないかぐらいうんこれだ。今俺がいることが奇跡だと思う。裏切る。どっちが本体か分かんないよっていう。こんな出て俺残ってんの本当に。お前側が泣き殻とか。年始の宿便が出た。宿便が出ました今。おい、来いよ去年に。哲也さんは何してらっしゃったんですか。年末年始の話ですか。そうですよ、はい、一応ね、まあ僕たちは知ってるんですけど、サブちゃんなのでもう一回話してもらってますわ。俺はちょっと家でのんびり派なので、うん、友達を集めて、友達、こっちの友達、こっちの友達、そこが知り合うみたいな、そんな感じで、うちに集って、すき焼きをして、仲良くカウントダウンをして、で、初日の出を、まあ、生き残ってるメンツで見に行って、感動して、そのまま夜中にはボーリング、新春ボーリング大会をして、やれること全部やった気がする。遊んでましたね、結構岡崎で。もう本当に寝不足の日々でしたね。大黒柱じゃん。遊びに遊ぶ。ゆっくりしようと思ってもさ、うん、なんかもう無理だよね。俺は家でやればいいかなって。家でせわしなく正月をするって感じか。僕珍しくというか久しぶりに徹夜と年越ししたんだよ。あら、そう、ね、一緒にいたの。一緒にね。うん、ただね、いかんせん何が良くないって記憶がないんだよね。なんで。もう酔っ払いすぎててさ、むしこちゃんだった。なんかみんながそうやって言うんだよ。ベタベタしてたんじゃん。めっちゃぶりっこしてたよって言って、意味が分からないね。何僕がぶりっこするって。なんか可愛くなるのは分かる。でなんか一個なんだっけ、すっごいしんどい写真あったんだよ。ね、しんどい状態の時写真撮らんでくれん。いや違う、自分で撮ったの。自分でいきなり俺にグワーってくっついてきて、あれアプリでしたし、あれツイッター載ってたやつか。ツイッター載ってたやつじゃない。いや、もっとなんかあった気がするんだけど、年越した。えめちゃめちゃ可愛いじゃん。見た瞬間絶対送って俺にってやつ。覚えてないそれ。え、何も覚えてない。いいじゃん。え、どうだっけな、のなんかツイートしたよね。そうで、僕多分飲み会の時ってあんま写真撮らんようにしてるから、まあ撮ってる時点で酔っ払ってんだけど。いや、これじゃない、これじゃない、あの良いお年をこれでしょ。え、でもそれしかないって。いや違う違う、もう一枚あるけど。別の人の写真携帯かな。なんかもうアプリでもうすごかった。コテコテの、コテコテのアプリ僕使わないから多分違うぞ。誰かの携帯かも。いや、すごかったと思うね。何だから、何コテコテのキモブリッコって。うわーみたいなやつの、もう目大きい、頬赤くなって、こう。ああ、さすがにそれは僕の携帯じゃないな、じゃあ。いや、あれちょっと、あの写真は熱かったんだよ。なんとでも最近そのブリッコ顔確かにしちゃうから分かるな、なんか。なんでしちゃうの。なんかこう、笑ってるように見えるやん、これ。めっちゃ楽に。僕、笑うの下手だからさ、この、口開けるか膨らますかしちゃうんだよね、いつも。絶対何とかして入手して、あの何かに載せます。もうやってくれ。
まあそんな感じですね。相も変わらず彼女ができない人です。もう仲間ですよ。黙れ。今何の話ですか。年末年始、何してたかっつって。違うんですよ。僕はその時言ってないんですけど、高岡さんが Google さんから、まあ、そのテーブルの上に置いてある何かをもらって、まあでもこれサブチャンネルになるかならないか分かんないですけどね、はははって言ってたんで。高岡さんは確かに言ってたな。うん、いいね。オープニングトークで尺を稼いで、なんとか一本にしようっていうあれですね。これなんか毎年、年末に届くやつですよね。なのかな、分からんけど。なんか年末にくれるじゃないですか。去年あの服とか、ね、パジャマだっけ、うん、ああだと思う。ギフトか、あ色だけですよね。多分今回そうっぽいね。ザすごいね、ザンクユシャだもんね。ザシャンクザだとザンクユ、ちょっと開けてみまい。なんだろう、スキラとかじゃない。わ、もういいの。もういい、そん開けちゃいますよ。ほんなスポンっていっちゃおう。あら国家機密。何それ。お、すごっ。え、光った。あ、動いてる。え、なにこれ、すごっ。動画に見せろよ、お前ら、カメラに向けて。あ、後ろになんかセンサー的なやつある。え、これもどうせ他に YouTuber が先に上げてるの。そんなこと言うなや。マジか、他でプライドを見てください。バカバカ。はい、全然僕ら仕掛け倒しますわ。なんそれ。相変わらず手紙系で。クリエイティブスピリットもらったよ。え、今年一人一個じゃないですか。魂もらっちゃった。創作だもん。それ、あの文字ちゃんと読んでください。オディスキーさんから。クリエイティブスピリットナンバー40はサモラ・バザラブーサ作、東海オンエアのために制作。おー、あ、すごい。専用、一人だけ。すごいすごいすごい。アクアクサモラバラアーティストの人が東海オンエアのために作ってくれた作品ってことですか。わかんない、なんだよ。熱い、これ。うわ欲しかった、一人一個。家に飾りたくないね。うわぁ、動かしてんな。すごい、単純にアートじゃん。すごい、なにこれ、なんで動く。あ、ボックスに充電コードが入ってて、で、この裏、ここに USB-C があるんで、そこにぶっ刺すといい、なんかいい、なんかいいらしいです。YouTube の社長からのメッセージある？あなた充電器。こんにちは。こんにちは。2021年は現実と可能性が入り混じった1年でした。ロックダウン中もあなたの創造性は私たちを励ましてくれました。ソーシャルディスタンスを保ちながら、あなたのアイデアは私たちを結んでくれました。あなたは全てにおいて真のクリエイターとは何かを教えてくれました。この1年間、あなたがアップロードした僕の動画。なんで呼ぶの。なんで途中で呼ぶの。どんどんすごいタイミングで呼ぶの。何が起きたか分かんなかった。照らし合わせたかのようなタイミングで。もうあと2行、もうちょいあるから、ね、私たちはあなたの忍耐力、変革を起こす勇気、私の作品になった。YouTube チームからの言葉なんだ。うん、自分らしくあること、そしてあなたが最も得意な創造性に喝采を送ります。すごい、すみかっこ創造性だよ。ほんとだ。上の方は太字で、かっこ創造性、下の太字じゃない方も読みますかね。一応 YouTube のコミュニティに芸術と創造性をもたらすために、あなたが行った全てのことに敬意を表し、ギャラリー品質のフレームに入れた世界に一つしかないカスタムアート作品を送ります。すごい。私たちは優れた才能を持つ世界のデジタルアーティスト5人と連携し、彼らにある質問を投げかけました。あれか。あなたのクリエイターとしての経験を最も力強く表現する作品をどのようにデザインしますか。そこから誕生したのが YouTube 限定のアートコレクションです。テーマはクリエイターであること。それぞれの作品はアルゴリズムを使って、あなたのチャンネル名に基づくデザインを追加していくことでパーソナライズしました。東海オンエアがパーソナライズしたあなただけのデザインは NFT 代替性トークンとして流行りのね、世界に一つしかない作品のオーナーとしてあなたを登録しました。東海の持ち物なんだ。じゃあこれ、すごい。 YouTube スタッフ一同をはじめ、あなたの世界中のファンに代わって感謝の気持ちを送ります。本当にありがとう、 YouTube チームより。うーん、だそうですよ。サモラさん、どんな人。サモラさんはチューリッヒのアーティストなのかな。私の作品はそれぞれのクリエイターの中に備わっている独創、創造的なエネルギーを想起させるものです。へんてこで勇気があって力強くて止まることを知りません。作ってくれた人が。なるほどね。このなんか QR コードここにあるんですけど、うん、これでなんか NFT のあけせあれ請求ができるみたいな。へえ、プレゼントが近未来すぎない、ね、いやもうちゃんと NFT なんだね。素晴らしい。 NFT むずいんだよな。 NFT 誕生日にあげたくなってきたな。
人にあげれたらよくない、権利をあげるとでしょ、うん、もう、うん、NFT ってなるよ、ね、なんか自分がいるかって言われると微妙だもんな、なんかまだいまいち分かってないもんな、でも人にあげれるとなったらまあもらったら、哲也からもらったら嬉しいけど、顔なのか、俺のツイートの権利とかあげるなんかもうちょっと考えてほしいけどなんか先祖返りしちゃいますけど、 NFT って言ってこれになって出てきたらちょっとテンション上がりますね、うん、デジタル上なものだからいいかもしれないですけど、うん、これはかっこいいなと思います。確かに、うん、この絵の権利が実は東海に帰属してるんですよって言われても、うん、そうなんだってなるけど、 これだよって言われると、うん、なんかええー、って思うよね、うん、伝わるのかな NFT ね、まだむずいな、うん、NFT、 あ、としみつもいます、いますよ、明けましておめでとうございます。あ、そっか、おめでとうございます。ずっとしましたけどね、うん、ずっとこっち側だけ目指したんで、すごい権利ね、権利、なんか俺消費者の子からさ、月の土地の権利もらったんだよ。え、ああ、僕もらったことある、うん、ちゃんと申請した、申請というか、いや、わかんない、俺怖くてさ、うん、怖い書類が来たと思ってあんなんさ、ぶっちゃけ うさんくさいじゃん普通に売ってんだよ、結構安い、あ、そうそう、調べたら安く売ってて、あ、ちゃんとあるものだなと思った上で、うん、ちょっと怖くて吸ってしまっちゃった僕もめっちゃ普通に申請した、本名で、何もらったって、で月の土地って買えるんだよ、そう、プレゼントできるんだよ、そうそうそう、で書類で どんくらいもらった、わかんない、英語よくわかんない、英語だからわかんないけど、うーん、ちょっと誰が権利持って取ってあるけど、でもまあそれはロマンティックかなと思ってもらった、売ってるやつ誰だ、誰が決めてんね怖い、確かにね、俺月俺のもんだよって言ってね、そうそう、それがあるけど、しかも意外と安く買えるんだよね、あれ確か、うーん、なんか誰かの誕生日で俺考えたけど安いなと思ってやめたんだ逆にそんな安いの、うん、高ければ買ったのに、移住のために買っとこうかな、月どんな広さの土地買う気、坪単価いくらぐらいで言えばバカ高いの、そっちだと思って、あ、高いんだ、それは高いんだ、坪単価にしたらやばいだろ、あ、マジか、え、今家建てたら怒られるのかな、坪でも分かんない、なんか社会が進歩してさ、もしも普通に月に住めるようになった時にさ、いや、これ本当に僕ここ買いましたからって言い張ったらさ、そう、これ虫眼鏡の分とちゃんと分けてくれるのかな、そんなあんな冗談みたいなもんだからやめてやって なりそうじゃない、なんかなりそうなわけないだろ、ほんとに超えたいのかな、1畳とかどんぐらい、分かんない、ボックス本か箱ぐらい、ほんとに不思議だねだとしたら結構広いな、思ったよりも、そんなもんだわ、今宇宙大工が言えば建てれると宇宙大工、ビルの時代宇宙大工やばい、すごいね、かっこいいそれ、うん、よかったよかった、ちゃんと Google の人に、 Google とか YouTube の人にありがとうって言ってください、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、今年もよろしくお願いします、君たちはあの助けをしてくださいね、君たちというか、はい、あなたですけど、終わっちゃったんだよ、終わっちゃいましたよ年末年始俺としみつと一緒に過ごしててさ、その年越しの時とか、まあ一応そんなバレたくなかったから顔完全に隠して歩いてたんだけど、後ろ見たらとしみつが助けつけてこうやってあかんあかんあかん、いやいや俺も思ってたよ、意味ないのになマジで全然このたすきの罰ゲームさ、痛くも痒くもねえわと思ってたけどさ、ちょっと時期的にややうざかったよ、あ、そう、時期的にそうだね、年越しの瞬間つけてたもんね、つけてた、つけてた、私は緊張に弱い、あ、ちょっとちょうだい、捨ててくしゃくしゃにしててよ、くしゃくしゃ捨ててこれって飾りたい、それさ、静止画でアートとして普通に欲しいな、欲しい、これそんなことしてもらえないか、もうでも、あれ読み込めばさ、さっきのやつ携帯で見れる、もらえるんじゃない、画像、あ、それで印刷して自分で画像使う、でもいいね、それなんかいい、それ好きだわ、どっか置いときたい、ね、これはとてもいいですね、ね、おしゃれだね、やばい、それどうするの、はい、何今では今年もよろしくお願いします。